はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレ版限定マシン戦隊キラメジャーデラックス赤いスポーツカーマシンです。はい、キラメジャーの第0話と第1話に登場したマシンマッカこと赤いスポーツカーマシンがプレ版で受注じゃなくって販売開始だ。今プレ版ページにあるのは予約ページじゃなくて普通に販売ページで、プレ版限定アイテムとはいえ1100円というなかなかお買い求めやすい金額で販売開始になりましたので、改めて確認しましょう。僕は先に先行分で手に入れましたが、本編でもどういう風に登場するのかなと思ったら、まさかのマシンファイヤーの元々のマシンの形でしたね。ジュールのイマジネーションによって消防車型のマシンファイヤーに変化しましたが、その変化前のマシンでしたね。ジュール的にはもしこのままだったら真っ赤なスポーツカーってことでマシンマッカーになる予定だったかもしれないってことですね。マシンファイヤーでよかったよって本人も言ってましたからね。じゃあ改めてマシンマッカー括弧仮を全体ぐるっと見回すとこうで、基本的には前に説明した通りマシンマッハーと完全同じ造形で、キラメシールも同じところに入っておりますし、クリアグリーンのボディがクリアレッドに変更されたってだけですね。ただここのね、中のフェイスが一応カバーもついてて、2モード分ランドメイジーとキラメイジン分の2フェイスが入ってるんですが、ここのカラーが大きく変化してるって形ですね。造形自体は共通なんですが、元々のランドメイジーが白黒赤のカラーリングがマシンマッカの方だとメタリックレッドとゴールドで、目の色なんかもブルーとイエローかなで変化してますよね。そしてキラメイジン状態は合体ロボらしく5色レッド、ピンク、グリーン、イエロー、ブルーになってるところが、ここも変わってませんね。合体ロボじゃなくて先ほどと同じようにレッド、ゴールドがそのまま使われてるような感じ。目の色なんかも変化なしで、なのでこの辺のギミックとかはマシンマッハと全く同じなんだけど、中の頭部のカラーリングが大きく変化してますよと。これだいぶ重要ですね。そして2モード変形のキラメイストーンへのチェンジも搭載されておりますので、ストーン状態とマシン状態の2モードしっかりとマシンマッカーも変形しますね。これもマシンマッハと同じ形状で、こういう黒いパーツが入ってるところなんかもすべて同じですね。で、タイヤもね、この走行できますので、転がし遊びも可能です。でも本体カラーが変わってるとはいえ、本編でちゃんとね、別キャラクターとして描かれてましたから、早速こういうね、細かいところまでフォローしてくれて商品化嬉しいですよね。そうなると、他のキャラクターもジュールのイマジネーションによってもしかしてショベルカーじゃなかったバージョンとか、マシンジェッタのジェット機じゃなかったバージョンとか、あ、そういえばマシンジェッタさ、説明書だとこうなのに、本編だとブレード展開してましたね。この状態がマシンでしたよね。なので、剣のブレード展開状態と同じなんだよな。あとヘリコのバージョン違いとか、ジュールの妄想によって今後プレ版アイテムで発売する可能性もありますよね。とにかくマシンファイヤーが元になってるとはいえ、全然違うキャラクターに変化したなって感じ。ってことで、じゃあランドメイジにもしていきましょうか。これで回転して、相変わらず非常にお手軽なんだけど、この部分にこの顔状態でセットしてあげて、ショベロを白いところね、この合わさるようにこっちか。カラーがね、あることによって分かりやすいっすね。はい、これでランドメイジのマシン真っ赤バージョンが出来上がるわけですね。はい、改めて全体見るとこうで、やっぱショベローのさ、赤いバージョンもこうなると欲しいですよね。で、通常のランドメイジ同様に非常によく動きますし、これが通常のカラーに変化すると、まあ、こっちの方がすごく合体ロボとしては自然なんだけど、
こういうバージョンもありますよと。でもどっちもファイヤーとファイヤーだから、もともとは自分と自分が合体しているような感じですよね。で、このまま、カバーを持ってきて、ジェッターを剣の形にするでしょ。で、ブレードも展開したまま、右手に持たせつつ、ヘリコは変形させて、ここロックっすね。で、ガチャッと前に連結すれば、はい、マシン真っ赤バージョンのキラメイジも完成しますね。やっぱグリーンカラーが入らないとだいぶ違和感はありますが、ここのゴールドカラーもね、やっぱ5色の方が普通にかっこいいですからね。とはいえバージョン違いでこのように遊ぶことができます。そんなわけで、これがマシン真っ赤こと赤いスポーツカーマシンのギミックですから、これを踏まえて、やっぱ欲しいなっていう人はプレバンで今ね、販売中、予約じゃなくて販売中ですから、下にリンク貼っておきますので、そちらでポチりましょう。本当でもね、個人的にはマシンマッハとはね、だいぶ違う風に遊べますから、これはね、いいっすよ。キラメイストーン状態にして、同じファイヤー同士で並べるのも全然ありですよね。こういう風に。こっちか。ストーンディスプレイ状態で楽しむこともできますもんね。いや、ほんとなかなかおすすめ。以上、プレバン限定の赤いスポーツカーマシンの紹介でした。